サンル鉱山は、北海道上川総合振興局管内の上川郡下川町にあった鉱山、サンル金山とも呼ばれる、金、銀、計算鉱を算出した。成功中岸有料で見る、類年生産鉱は、金6 2 3 7ラム、銀33トンであった。交渉は、サンル川の上流域に広がる、 新大三期中心与の業界岩を主体とする岩体にある断層派砕体に沿って発達する含む金銀合理長石石英脈の中にあり自然金輝き銀行を含む1917年の路頭発見後個人共同経営で採掘されていたが1926年に三井鉱山株式会社がコーを買収し本格的な炭鉱に着手した 1934年の精錬所管制により本格的な創業を開始し、政府の参勤奨励策に従い順次規模拡大を進めた。このため人口が急増し、小学校や診療所、劇場などを有する市街地が形成されたが、1943年に金鉱産整備令により非軍事物資として最高中止となり、 全ての経営資源は軍需関係の鉱山へ移動となった。工業圏は帝国工業開発株式会社を経由して磯部工業株式会社に移り、1955年より再開された。精錬は行わず、鉱石は小坂鉱山や小佐、沢鉱山へ送られた。その後、主源枯渇や金層上の下落により、経営環境が悪化し、 1986年に旧山となった。ありがとうございます。